チです。ボーカルのやつです。ギターのポンチです。それでは早速あのライブ告知を、はい、皆さんに、ね、あのお届けしたいと、はい、次のライブいつですか。はい、次のライブは11月8日日曜日、海ほたる、東京湾アクアライン海ほたるで、フリーライブをやります。なるほど、これは物騒ですね。物騒ですよ。海ほたる、海ほたるといえば、あれですね、はい、我々2度目の2度目ですね、規制となりますね、はい、あの音量規制とかもなくて、海の上で、思いっきりできるわけですよね。あれは本当に物騒ですね。物騒ですね。続いてのライブ、続いてのライブいっちゃいますか。海ほたるの解説もうちょっといいですか。あ、はい、あの時間の方は決まってるんですか。全然大丈夫です。はい、じゃあそこら辺お願いします。時間はですね、決まっておりません。なるほど、はい、決まってないパターンの方ですね、はい、ただここは雰囲気でね、2回、もしくは3回、ステージをやっていくんでね。でもちょっと待ってください、私が聞いた話では一番初めのステージは11時半からだと聞いてますけどね。そういうふうに来てませんかね。もうちょっとスタッフどうなってんのこれ、ね、こっち聞いてないよ、まあ、こちら側の店で。そうですね、ちょっと11時半からございません、一番初めのステージということでよろしいですか。はい、そうですね、まあ何本できるかっていうのは、はい、まあ、時間次第っていうのもありますけど、はい、でもちろん打てそれから強風ですね。そう、強風ですとね、アクアライン自体が通行止めになるという、はい、あの話も、聞いておりますので、そこら辺も十分気をつけて。そうですね、まあ、ライブを行いたいと思います。次のライブはですね、11月14日土曜日ですね、はい、ここ初めてです。はい、高円寺のクラブライナーというところでね、ライブをやります。これまた物騒ですね。物騒ですよ。事件ですね。とにかく最近物騒ですからね。はい、その高円寺のクラブライナー、我々エプティブラックボックスは高円寺でライブをする時代が2度目ですね。確か1度目はもう何年も前、5年前ぐらいになりますかね。そうですね、あのパンクの、3年前ですかね、3回目だそうですね。あ、ただいま入った情報によりますとエプティブラックボックスは高円寺で次3度目のライブですね。で、1度目の時なんてあのパンクのイベントがなんかですね、そうですね、モヒカン率が高い、モヒカンリーゼントでしたね。そうですね、病率が高い、病だらけでしたね、本当に。その中ね、こう初めてサリーのお母さんが見に来てくれました。こんなバンドならばということを言われましたね。かなりドン引きだったらしくて、なかなか長崎に帰ったそうです。そうですね。まあそんな感じですよね。そうですよ、その高円寺クラブライダー、14日の14日です、土曜日。はい、なるほど。で、続いてのライブ、その次の週、また土曜日ですね、はい、11月21日、これも初ですよ。初、はい、はい、千葉県の、はい、ドイツ村で。これは噂には聞いたことがありますよね。ドイツ村、ドイツ村。なるほど、千葉にあるのに東京とつく、はい、パスポートのいらないドイツ。そうですね、ビールとソーセージが美味しいという、はい、そこでもね、フリーダイナー、はい、ただしこちらは、入場料がかかる、いくらでしたっけ、1200円。なるほど、物騒ですね。私以前一度行った時がありまして、で、車で行ったんですけど、駐車場代込みで1200円でした。おっと、で本当に車マイカーで来られる方はまあ、かなりお得なんではないかと思います。そうですね、まあ、その他にもバスとかも走ってるんですよ。物騒ですね、本当に物騒です。本当ジャックされないように。そうですね、本当に気をつけましょう、皆さん。今日はこのくらいで。はい、そうですね、じゃあもう一度日程だけ、はい、11月8日日曜日が、東京湾アクアライン海ほたるで、はい、そして11月14日土曜日が、高円寺のクラブライン、はい、そして最後11月21日土曜日が、千葉のドイツ村で。なるほど、はい、いろんなとこでやりますんで、はい、ぜひ、皆さん、お越しください、はい、というわけでエンプティブラックボックスでした。さよなら。夜明けまで踊り明かしたら
ていたんだ。